せてるところは可愛い。そのツケをどこに持ってくるの？自慢話を聞きに来たのじゃない。あなたは私をどうしたいの？時間なくてバタじゃないんだし、響かない言葉並べないで、惨めなとこを見せないで、このまま返してもいいの？始まりは理屈じゃないよ、全然始まりそうになんかない。ねえ、しやすくて冷めやすいんだ俺。そんなこと誰も聞いてないでしょ。無駄に共通点探ろうとしてる。がっかりさせないで、もうこれ以上隠してるわけじゃなくて、静かにさせて、こんな私を。